おお、カルシウムさんいらっしゃい。久しぶりじゃね。カエルさんはどっちるだ。おい、カエルさんいらっしゃい。ワドツー。今日も走ろう。マサヒロさん、牛島社長ですか。いやいやいや、そんなイケメンじゃないよ。今日も寒いね。早く春でね、暖かくなるといいんだけど。ねえ、あったかくなるといいね。サファイアアットマークドレの深夜食堂さんはどっち。おい、ワドツー。カエルさん、さっきベンジョさんとこいましたね、チルダ。うん、さっきベンジョさんのところ行ったよ。仕事から帰ってきて。パソコンですか。パソコンだよ、俺は。うん、高画質配信にこだわってるから、パソコン。タクミチプロマネージャーさんはどっち。タクミさん、ワドツー。今日もよろしく。おお、だって中島みゆきから来たんだもん。前にさ、花火ありがとうカルシウムさん。中島みゆきじゃないけどさ、このタイトルは中島みゆきから取ったんだけど、毎日ね、走ったりしてても、なんかボクシングじゃねえとか、何やれこれやれとか、馬鹿にされるんですよ。そう。試合に出ない人たちから、ああでもねえ、こうでもねえって毎日毎日言われるわけですよ。もう中島みゆきのファイトの言う通りだね。戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を、震えながら登ってゆけ。いい歌だよね。大好き、この歌。戦ってる奴らは笑わないんですよ。応援してくれる。戦ってない奴が人のことをバカにするんですよ。コメントに生き様が出るからね。コメントで大体どんな人か分かるもん。ハッピーさんはどなん来ました。おー、ハッピーさんありがとう、来てくれて楽しんでて。俺はでも人の夢とかをあざらわ、人の夢をね、あざ笑うような人間にはなりたくないから行動しますよ。人のことより自分のことでしょ。他人の人生にとやかく言うようになったら終わりですよ。寒い。からね、トレーニングですね。トレーニングです。本当はジムとか通いたいんだけどね、貧乏人は走るんですよ。あ、でもそら、鮫島さんも便所太郎さんも大手になるような人はみんな配信に真面目なんだよ。だからさ、わかるんだよ、そういうのって伝わるんだよ。そう、努力ってシンプルだから。俺は努力は嫌いだけど、自分のやろうとしてることをね、自分のやろうとしてることをね、毎日ちゃんとこなせるやつになりたいね。口だけのやつにはなりたくないんすよ。のんたと別れてないよ。今日頭痛いんだよね。
そっと。これ飲んだのこと嫌いじゃないもん、大好きだもん。バーガー10個ありがとう、ありがとう。お、今日は誰もいない。おお、いいね。夜遅いからスケボー選手もいないわ。今日静かに練習できるよ。よかった。今日誰もいない。そうだね、季節の変わり目だからね。誰もいない、誰もいない。静かだわ。よかった。マッチャアスタリックさん、今自分も外ですが、まだ寒いですね。ちょっと寒いよね、まだね。ちょっと寒い。誰もいないっすね。いい感じです。今日の公演は誰もいないっす。誰もいない。ほら、360度。いつもね、スケボーとかいっぱいいるんだけどね。そう、タバコ吸おう。ウハアットマーク、純様な修行中さん、走るのか。走るよ。カエルさん、寒そうですね。チルダブリしないで。寒いね。ちょっとね、トレーニング後が冷えるんだよね、体が。GJ さん、ノリコツイッターって飲んだ。そうだよ、飲んだんだよ。それで、そうだね。カエルさん、ノンタンの冒頭来てほしいな。ね、ノンタン最近放送つまんなくなっちゃったんだ。最近来ないよね。いや、知ってるって。時間見てみなよ、何日前のか。情弱すぎるわ。カエルさん、上達してるって自分でもわかるもんですか。わかんない。全く手応えがない。全くわからん。ただダメなところはわかるようになってきたね。ここがダメ、あれがダメっていう、そのダメなところが分かんないんだよ、最初は。ダメなところが見えてきたね。ここを変えようっていう。ただ納得のいくパンチなんか一発も打ててないですよ。全然分からん。3週間ぐらいやってるもん。どれくらいやってんだろうね。最初の頃に比べたら多少マシになってるんじゃないかな。よくなってんの、人から、みんなから見たらどうなの。
まあみんながいいって言うならそれでいいんじゃないかな。それが正しいんじゃない。やっぱりさ、スポーツとかボクシング格闘技なんか特にそうだけど、ドレさんが言ってたんだけど、やっぱり美しいものは正しいって言ってたよ。人間がパッと見てダンスでもボクシングでも美しいものって理にかなってるんだって、直感的に。だからフォームが汚いっていうか、これダサいって思ったら間違ってると思っていいよって名言だよね。理にかなったものは美しい。カエルさん、美しいものは正しい響きましたメモです。うん。コノミー、ひよこさん、お疲れ、チルダチルダ。おお、コノミーいらっしゃい。テルチャンピン全然練習してねえな。大丈夫かな、あいつ。心折れてんのかな。大丈夫かね。苦しい時ほど練習しないとね。ね。でもさ、そこは練習しないとね、練習しないとさ、まあ余裕なんだろうな。俺みたいなおっさんはすぐボコボコにできるっていう自信があるんだろうな。俺は自信がないから練習するよ。弱いから練習します。今日練習してた？なんか光くんが練習してないって言ってたけどね。どうなんだろうね。それは。光くんはやってたけど、テルチャンピオン映ってなかったんだよね。多分やってねえと思うんだよな。まあまあ人のことはね、人のことだから、自分のことしかできないもんね。しょうがない。よっしゃ、じゃあ皆さん今日もよろしくお願いします。毎日トレーニング枠ですいません、ほんと退屈してる人も多いと思いますが、勝利で返します。ありがとうね。うん、ありがとう。それができるように頑張るよ。じゃあ走ってきます。みんな応援よろしくお願いします。今日も行きます。15分から。
寒いね今日は。
でトイレに走る人みたい。カエルさん出るかもしれませんね。風船ありがとう。国場さん風船ありがとう。菊間リスさんさん風船ありがとう。何分？ 16 分。あと9分。
そうなのか急げ。カエルさん落ち着きますね。ホーリー少年さんはドツです。頑張ってください。頑張ります、ありがとう。頑張ります、ありがとう。カエルさん花火上がったら筋トレして貼りますよ。アイテムありがとう。ゆきちゃんアイテムありがとう。ありがとうね。あと5分。3分。
あと2分。あと1分。もどき、俺様、サンチャンピンが楽しみだな。あと10秒。かき氷青りんご木さん的進行があなたのこと日本一の配信者に出ましたよ。キコさんどうもこんにちは。こんばんはか。こんばんは。楽しんでってください。和道です。よろしくお願いします。プレゼントありがとう。あ、ごめんなさい、連投 NG です。ここ V ネックですね。
ント。しずさん、こんばんは。こんばんは、しずさん。一緒にやろう、一緒にやろう。体を動かすと体にいいから。
張ってるね。そして死にましたさんいらっしゃい。こんばんは。黄色い鳥さんはのピンボケしてるね。ダメだな。このカメラ本当ダメだ。おった。黄色い鳥さん治ってない。治った治った。黄色い鳥さんはどつ。黄色い鳥さん奥。うん。今日冷えるね。体冷えちゃう。せっかく温めたのに。よし。ジム行くお金がないだけだよ。慣れてきたかな。結構しっくり拳しっかり作れるようになってきたね。最初はもう全然できなかったけど、だんだんしっかりできるようになりましたね。
はい、ワード2、カトランさん。アレキサンドルさん、いよいよ格闘家らしくなってきたね。いや、なってないぞ、またよく言うわ、なってねえわ。 CJ さん、和道さん、頑張れ。よく言うわ。俺は配信者だよ、格闘家じゃないよ。配信者がボクシングやってみただから。あくまでさ、俺は格闘家じゃないから。なりわいは配信業だよ。体重は増えてるね、80キロぐらいかな。まあ測ってないんだよね、最近。じゃあいつも通りシャドウ行きます。行きま、GJ さん様になってきたね。なってないよ。お前ら調子いいからコメントにすぐ流されるからね。シャドウ行きます。今何分？52分か。まあ、これくらいかかるよな。今からシャドウです。GJ
おい、頑張るよ。頑張るよ。ありがとう。頑張りまーす。はい、ワコツいらっしゃい。2ラウンド目いきます。2ラウンド目はい、そうさん、ありがとうございます。楽しんでてください。ダイソンさん、走り込みはやってますか？ロードワークだけ。ゴンタ、さくらんぼさんはどつ？はい、ゴンタ、いらっしゃい。野菜3ラウンド目いきます。3ラウンド目いきます。DJ
そういえばそうだね。そう言われてみればそうだね。確かに、確かに言われてみたら気づかなかったわ。そうだよね、1ラウンド1分も動けなかったんだよね。言われてみたら確かに、はあ、進歩してるのかもね。気づかなかったわ。ねえ、言われて気づいたよ。言われて気がついた今。確かにそうか、強くなってんのか。そうだよ、ありがとう、思い出せてくれて。そして死にましたさん、彼女がホイホイ動いてて爆笑したんだよね。 W を思い出しただけ。思い出したね。4ラウンド
長めにインターバル取ります。4ラウンド終わりました。ゴンタサクランボさんファイティング。両方大事、パンチもキックも両方大事。どっちかに偏っちゃうと読まれやすいから、両方打てた方が、あのチラシって言うんだけど、上に当たったり下に当たったりした方が選手はやりづらい。だから両方できるに越したことないですね。そして引きました 3-4R 動き続けたよ、大したもんだよこれ。おい、ゆら、ゆらちゃんワドツ。ワドツ。はぁ、汗が。気持ちいい。ふぅ。汗が気持ちいいっす。星のブラン4月20日東京参戦黄色のハートマー様お疲れ様。ふぅ。気持ちいいね。じゃあ出席確認します。今見てる人手挙げてください。ひらカタカナのの、今見てる人出席確認します。トラジさんの、おい、トラジさんいらっしゃい、メルさんいらっしゃい、そして死にましたさんいらっしゃい、S 西田さんいらっしゃい、バタフライテールさんいらっしゃい。ゴンタさんいらっしゃい、星野ゆらさんいらっしゃい。はい、みんないらっしゃい。楽しんでってください。左の腰がまだ若干痛いな。昨日ほどじゃないけど。まだ痛むね。ウエヤンさんの、おい、ウエヤンいらっしゃい、どうも。よっしゃ、行こうか。5ラウンド目行きます。
はい、バドツー。寒いよ。寒いよ。バドツー。どうも。こんばんは、みんな。試合に出るんすよ。ひいこさん格闘家ですか？生主です。格闘家ではないです。はい、ただお生主、雑談生主ですよ。6ラウンド目いきます。ユニコーンさんいらっしゃい。はじめまして。楽しんでて。街外れでシュビドゥバーさりげなく。
アフロさんお疲れい。突然忍び寄る悪魔の係長、そうそう、この悲しみはどうすりゃいいの、誰が僕を救ってくれるの、僕はロミオ君はジュリエット。ユウさんどうも。7ラウンド目いきます。重り、16オンス十分重たいよ。超きついよ。重りだよ、重り。はぁ、きつ。力の大会ってなんすか。力の大会がわかんないっすね。そうだね。シャドウ地味だよね、本当にね。うん。
8ラウンド目か。8ラウンド目。ならないけどさ、やらないよりマシだ。なんかさ、みんなさ、リスナーってさ、勝手にサンドバッグとか勝手にタダでジムが使えると思ってんだけどさ、勝手に対戦相手が来たりとかさ、そんなことってありえないじゃん。そう、日曜日にコーチはつけてもらってるけど、対戦相手って勝手に見つかるもんじゃないんだよ、みんな。なんか勘違いしてるけどさ、それいた方がいいですよ、相手は。パートナーいた方がいいよ。でもね、俺はその言い訳をして何もやらないより一人でも、そうそう、一人でも何でもやんないとっていう。うん、もうすぐだね、旅ね。何もやらないより何かやる男でありたいんですよ、うん、言葉じゃなくて行動ね。あと、努力なんてさ、意味ないんだよ。結果出さないと。俺は弱いからトレーニングしてるだけなの。うん。結果出して強いやつが正義なんだから。俺は弱いからトレーニングしてるだけです。別に、なんか、努力とかそんな綺麗事言うつもりないです。弱いからです。8ラウンド目。
おい、おやすみ、ゴンタ。いつも応援ありがとね。おやすみ。また明日。ありがとう。おお、クソ店いらっしゃい。ワドツー。楽しんでって。9ラウンド目か。9ラウンド目いきまーす。大玉さん初見っす。お疲れです。潜ってみせていいよ、全然。ボクサーじゃないよ。生主。プロ生主。格闘家でもボクサーでもありません。
よし、10ラウンド目いきまーす。10ラウンド目いきまーす。ラストでーす。汗がすごいな。終わりでーす。お疲れ様。はぁ、疲れた。今日もみんなお疲れ。はぁ、終わりでーす。今日のトレーニング疲れた。ケイゴさん、オツです。オツー、あー、ケイゴさん、ありがとう。お疲れ様。出川哲子の部屋アットマークルーベルさん、お伺いしたいのですが、これは PC で配信してますか？これ PC です。ホーリー少年さん、お疲れ様です。ホーリー少年、お疲れ。
スマホだと画質悪いんですよ。やっぱりせっかくねリスナーさんが見てくれるのは高画質の方がいいかなと思って、僕はパソコンにこだわりがありますね、配信は。スマホでも全然他のふわっちの配信者もキャスの配信者もやってますけど、僕ニコ生上がりなんで、あのそういうところこだわりがありますね。トレーニング頑張ってるのは評価じゃないからね。うん、俺は強いやつが正義だと思ってて、勝ったやつがルールだと思ってるから、なんか別に努力してるやつが偉いとも思わないさ、努力してるやつが正義だとは思ったこと一回もないね。まあ自分が弱いからトレーニングしてるだけです、僕は。おされいえいえ、出川哲子さんありがとう。おう、チケット来てくれんの？嬉しいっすね。ぜひ見に来てください。第2回戦なんで僕。第2試合っす。ぜひぜひ会場で会いましょう。チケットね、売れ行きすごいからね。ぜひゲットしてください。これは見なきゃ損だよ、この試合は。敬語さん、あれって0時になった瞬間から変えるんですかね。多分そうじゃないかな、俺は分かんないな。興行のことは俺は分からない。そこはさ、ローソンのチケットピアとかさ、そこに問い合わせてみてよ。イベントっていうか、俺は興行主じゃないから、試合出るだけだからさ、うん、選手だから、うん、頑張るよ。勝つよ。だからイベントの売れ行きとかは知らないよ。そこ、うん、ぜひぜひ会いましょう、会場で。見に来てください。楽しみにしてます、皆さんにお会いできるの。マグカップってなんだっけ。風船10個ありがとう、ミンクさん。他に誰が試合に出るんですか。うん、試合に出るのは金梅さんとか、三倍目光る、セブンさん、里見さんに、ズキティ、あと誰だ、テルチャンピン、どれの深夜食堂、みやび、ポンスケ、便所太郎とか。で、解説とかが石川のりゆきとか、TJ とか、ルルピ、ララピとか。まあ、いろんな人来ますね。あと、総合格闘家のミノワーマンさんがセコンドに来たりとか、俺のセコンドはロハコさんだったりとか。ゆうがさん出ないですよ。ゆうがさん芋引きました。ガチですよ。ガチガチ、ガチ殴り合い。台本なし。おー、ロハコさん、どうもー。セコンドよろしくねー、ロハコさん。6月の10日、開けといてよ、ロハコさん。6月の10日、すごいよ。知ってる、ロハコさん、超盛り上がってるよ。噂聞いてる？みんなロハコさん楽しみにしてるから。和道具でマグカップ欲しいって言ったら、この間作ろうって言ってくれたから。あー、そうだった、ごめんごめん、作るよ、もうちょい待ってて。うん、もうちょい待ってください。ロハコさん開けといてよ。じゅんさん、おー、大手配信者ばかりで楽しそう。楽しそうでしょ。5000円で見れるからね。300席限定なんで、早めにチケットをお買い求めください。結構かっこいいんだよ、ポスターがこれですね。かっこいいでしょ。
よくできたポスターでしょ。こんな感じで出場者結構豪華ですよ。これでね5000円は安いっすよ。一般席は5000円で入れます。300席限定で、あとは立ち見席になっちゃいますね。詳しくは僕のツイッターご覧ください。わかんないけど、それはロハコさんに聞いて、うん、僕のセコンドはロハコさんで決定しますんで。便所さんが主催だもん。便所さんいるんだじゃないよ。イベントの企画者だからメインマッチよ。そうそう、毎日やってんの。トレーニングはね。そういうこと。正解でいいです。毎日20分走って10ラウンド。え、結構かっこいいポスターでしょ。金かかってる。俺が作ったわけじゃないけど。いや、夜も更けてまいりましたよ。帰ろ。そうそう、工業主が便所太郎さんね。チケットに関することとかそういうのは便所太郎さんね。俺は選手だから、イベント企画してるわけじゃないから。ジャストミート当たるさん、恋人と別れたって本当。別れてないよ。ラブラブだよ。ラブリーだよ。俺と飲んだん超ラブリー。別れてないっすね、全然。今公園、近所の公園、新宿中央公園っつって都庁が目の前にある、あれ都庁ね。東京都庁。うん、そう、便所さん主催だからポスターでかいな。便所さんがでかいでしょ。うん、便所さんの企画だから。あ、そうなの？マニアさん近所なの？へぇ、いいとこ住んでますね。マジか。この辺なんだ。超高級住宅街じゃないですか。マジで？へぇ。ちょっとトレーニング付き合ってくださいよ。ぜひ。ワドを殴りに来てください。ほんと助かるんで。もしトレーニング付き合ってくれる人いたら DM ください。無理です。ホープさんは無理です。勝てないです。うん。そうだね。今回がこういう企画初めてですね。そうだね。足の匂いね。うん。あ、ぜひ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 遊びに来てください。もしトレーニング付き合っていただけるとすごい助かります。1ラウンドだけでも。よろしくお願いします。あと、もし本格的に格闘技習いたい人は日曜日募集してますんで、日曜日はドレ深夜食堂さんって言って、格闘総合格闘技20年の人が僕の師匠なんですけど、格闘技の一緒にトレーニング募集してますよ。あ、ぜひぜひマニアさん。うん、僕は喧嘩とかはやらないんで、別にファイターでもないですし、うん、僕は配信者です。
20年、もう53歳なんですけど、大会出ますよ。総合格闘家、どれの深夜食堂。僕のコーチです。タバコうめえ。僕喧嘩弱いもん。喧嘩勝てないっす。旅出るよ。旅人になるのが夢だったんで、4月10日から旅に出ようと思って企画してます。旅出ますよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん。もう